はい、お腹ペコペコです。じゃあ下の方ですね、取っていただきまして、カレー出てきますので、はい、お楽しみください。妊婦はきつい気がするな、やっぱりな。めっちゃいけない気がするんだよな。めちゃめちゃあるよ、だって山登りはちょっとしたこれ。ちょっと待ってよ、この辺で。10分の1ぐらいしか持ってない。すげえ。すげえ。スパーディアメディ。晩御飯です。美味しそうですね。天純レッジの晩御飯です。美味しそう。夏だから、妊婦だから、さっぱり系です。サバでかいね。サバでかいよ、ね、サルサソースとして。うん、どうですか。うん、おいしい。おいしい。うん、すごく。めっちゃ砂花あるね。いっぱいある。素敵でしょ。ねえ、なんかこんな近くから見るの初めて気がする。確かにね。めっちゃ大きいね。結構なかなか池の中にあるとね、近づけないからね。素敵。
真ん中は？いいの？いける？あ、いけた。見つけられてるかな、ちゃんと。めっちゃ燃やした。いいんじゃない？その方がいいでしょ。が取れるぐらい。コンクリートダムが日本で最も多いダムの種類です。で、今回のものはめちゃめちゃいっぱいあるね、ダムの種類ね。今回のものはロックフィルダム。ロックフィルダム、
山頂まであと1時間ぐらい。白いね。もうすぐ谷川崎の山頂の大きいの耳なんですけど、白いっすね。だいぶ白いっす。ちょっと沢が見える。今日の参考について、スパイシーチキンのタレです。熱々です。大丈夫よ。まだまだ気にしない。イエーイ、さすがに。チャラーン、ヤマトヤキです。みなこみ名物です。
ぱい書いてるはずです。僕アイスです。